どうもシュートです。さあ今回なんですけれども、あの僕の推しの選手を使っていこうかなと思います。それがこちらの選手ですね。はい、推しメイン選手ですね。まあこの選手はかなり強化されて今回週間 FP で登場しましたね。レベルマ上限が36で、総合値レベルマックスで96までいくと。でまあ CF 以外にも適性つけて、でまあ能力値こんな感じですね。まずオフェンスセンスが95を超えてて96と。でまあドリブル系もまあ85ぐらいはあって、まあパスちょっと低いかなと思いますが、決定力92、まあちょっとここも低いですね。ただスピシュン99、95でフィジコン91のボディコン84ということで、まあ、フィジコン91あるのがエグいで、なおかつスピシュも高いのがもう化け物すぎる。でまあ逆足23のコンディションで6で、で今回の推しメインに関してはミドルシュートライジング、それから闘争心がついたということで、まあ、かなり熱いスキル追加になってますね。まあ、今回の推しメインはオフェンスセンス、決定力、それからキック力がピックアップで能力値上がってるんですけれども、確か7上がりぐらいはしてたんですけれども、まあ、推しメインの欠点ですね、唯一の欠点だったのはやっぱミドルとかそういうシュートの理不尽さが全くなかったんですね。まあミドルシュートとかライジングも持ってなかったですし、キック力とかもそこまで高くなかった気がするので、まあシュートが入りにくいっていう感じだったんですけれども、まあ今回のはキック力とか決定力も強化され、ミドルライジングついたということで、まあ、かなり化け物なのかなと思います。でまあ今回はチェレフチェンコのこの頂点の位置で使っていこうと思うんですけれども、でまあ今回なんですけれども、ちょっとこの使う前にスキル追加が2個あるので、まあちょっとダブルタッチとかスーパーサブとか狙っていこうかなと思います。それではスキル追加チャレンジやっていきましょう。うわあ、これでいいや。はい、じゃあスルーパス推し面が完成したということで、まあ僕はしばらくスルーパス推し面を使っていこうかなと思います。それではね、早速やっていきましょう。はい、ではマッチングしましたということで、おー、推し面好調、いいですね。じゃあここクリバリ入れて、クリバリ真ん中に置いて、まあこんな感じでいきましょうかね。ワイスさんのスカットはこんな感じですね。はい、では対戦よろしくお願いいたします。まあダブルタッチとか本当はつけたかったんですけどね、まあそこはもうそこまで贅沢は言えないかなと。うん、まあスルーパスも十分やっぱ驚異的にはなってくるでしょう。ほら、はいはい、いや押し目細かいね、タッチ押し目、いやー惜しい。まあ、身長も、まあ、理不尽系な選手の割にはそこまで高くないので、身長185か、まあ、高いのは高いですけど、まあドリブルしやすいぐらいの身長だと思います。なんか僕的には身長188とか7ぐらいになってきたらちょっとしにくいかなっていう、なんか弾むんとか結構しにくいんで、まあ、そんな感じはしてるんですけど、まあ、このぐらいならまだやっていけるかな。でもフィジコン91あってこれだけスピシュンある選手ってなかなかやっぱね、ハーランドぐらいしかいないと思うんで、まあ、ハーランドもそこまで機敏ではないので、まあその機敏さも付け加えられたみたいな、もう最強でしょ。はい、おしめ、はい、ナイスパス、いやいいね、スルーパス不要はでかい。いややっぱいいパス出せますね、スルーパスほんとでかいですね。さあこういうとこ、あのね、守備もねめちゃくちゃ強いんですよね。やっぱフィジカルあって、なんかそのスピシュンとかの軽さから来るものかもしれないですけど、守備のね貢献度がえぐいっす、推しメンは。まあ多分推しメン3回登場したかな、 FP で今まで CS とかと合わせて3回登場したと思うんですけど、まあ、全部持ってるんですね。全部持ってるけどやっぱどれもねめっちゃ強いんですよね。守備の貢献度もどれもやっぱあるんで、まあその前線から相手を事故らせに行く係としても、まあ活躍してくれるのかなと。まあ今作はね言っても事故ゲーなんでね、どれだけ事故を決めれるかっていうところもあると思う。あい、まあ話の続きでしたけど、どれだけね事故を決めれるかっていうところも、まあ多少大事にはなってくるのかなと思うので、まあやっぱ相手にねフリットとかいたらすごい嫌なんで、まあそういうことを考えると、まあ推し面はそういう役もになってくれると。いやー素晴らしいですね。まあちょっと真ん中 ST だと若干分かりにくい部分もあるのかなと思うので、まあ次は 1.5 列目の低い位置からちょっと飛び出しメインでやってもらおうかなと思います。まあチェレフチェンコの頂点ラインブレーカーは、まあそこまで、まあ抜け出す時もやっぱあるんですけど、結構高い位置をラインブレーカー取ってくるので、そこをね起点に結構パスを組み立てていこうみたいな狙いが僕にはあるので、やっぱ当ててそこから、まあスルーパス持ってるんでそういう活躍の仕方もしてくれるんですけど、まあ今回はやっぱ推し面のね抜け出しとかをもっと見たいんで、まあそういう使い方をちょっと 1.5 列目でやっていこうかなと思います。次はね起点になりつつ、まあシュートもやっぱ決めてほしいな。はい、さあここ抜け出せ、いやいいぞ、いや神やな抜け出しで、ここでいやライ、ちょっとミドルライジング発動するかなと思って、ちょっとだけ遠い距離から打ったんやけど、やらかしたな。まあでも抜け出しは非常に良かったですね。もう合わせてあげるだけみたいなパス出すだけで良かったんですね。いや抜け出しは非常に良かったんですけど、いやーもったいないことした。さあ押し目、押し目、いやーナイスボールラン、いやナイス左、
ナイシュー。いやー、オフサイドか。いや、ちょっとないかなって思っちゃったんですけどね。いや、惜しかったっすね。はい、じゃあここしっかり拾ってナイス。ちょっとここパス号入れずにちょっとそのまま走らせてみましょうか。あ、ナイス。いや、いいね。しっかり走り込んでくれましたね。まあラッシュフォードのワンパも、まあちょっとたまたま決まったんかわかんないですけど、いや、ナイスパスでしたね。はい、こっち使って、あ、いい動き出し。いや、神。こっから打て、こっから打て。いやー、ちょ、ベッケン。はい、まあ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 、1試合目なんでね、仕方ないですよね。まあちょっとね、恥ずかしがりやなんかな、推しメンも。はい、ループ。ナイス。まあ1試合目からどん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 活躍する選手っていうのは本物だと思いますが、まあね、活躍できない選手もいるんでね、まあ恥ずかしがり屋なんですよ。まあ多めに見てやってください。はい、ここつけて、はい、ラッシュフォードから押し面抜け出してるけど、ちょっと真ん中にいてほしかったんやけど、まあここスルーパスあるんで、あー、でもちょっと乱れたかな。押し面、押し面、あー、惜しい。ラッシュフォードつけて、押し面来い、押し面来い、かわす、右足。いやー、めっちゃ止められる。はい、ここベッカムにつけて、ラッシュフォードから押し目、もう一回パス5入れて押し目、こっちナイス、左足。はい、これ4、5セーブされてるよな絶対。はいはい、押し目かわしてズドン、ナイス。いや、今のはいいライジングでしたね。そうそう、ライジングが発動するんでね、今回のはやっと見せてくれましたね。はい、押し面ちょっと疲れてるけど頑張って、これ打て、んー、あー、マジで外れる。まあ1試合目は4対1ということで、対戦ありがとうございました。いや、まあめちゃくちゃ、まあ、決定機は多かったけど、ワンチャン6点5点ぐらい取れたんじゃないと思いますけど、まあまあいい活躍でしたね。はい、じゃあ2試合目ですね。お、絶好調、いいですね。じゃあラッシュフォード頂点において、まあちょっとこんな感じでいきましょうかね。まあ今回は 1.5 列目押し面でいこうと思います。ワイツさんのスカットはこんな感じですね。はい、では対戦よろしくお願いいたします。さあ、ホワイトさんめちゃめちゃレート高かったですね。1700後半ぐらいあったんで、まあそのホワイトさんに果たして推し面通用するのか、まあちょっと見どころですね。はい、まずここを抜け出し、ちょっとラッシュボール貯めつつ推し面、ナイス、ナイス。やっぱいいっすね、抜け出しがいいっすよね。まあそれはね、前回からもう変わらないところなんで、変わらずいいかなっていう感じはしますが、まあやっぱちょっとさっきの試合はね、あー、やばい、いやー、危ない。そう、さっきの試合は割とちょっとシュートをね、外しまくっちゃったので、まあそこをもうちょっと見せれたらなと。やっぱミドルライジングがついたのでね、まあそこを重点的に見せれたらいいんですけど、まあ 1.5 列目で使ってるんで、さっきとは使い方がもうまるで違うんですけれども、いや、やばい、ミスった、えぐい、やばい。ここはちょっとダブルタッチ警戒しつつ、いやー、体当てたかったんですけど、 OK、 かわしたい、無理。いや、これは失点やね。いや、まあ前半は1対1で終わっちゃいましたね。まあそこそこいい場面は作れたんですけどね。まあ後半も頑張っていきましょう。はい、ここ奪い切って、押し面空いてる、押し面ズドン。いやー、無理よな、さすがに。いや、でも今のはちょっとターンして中に出してもよかったですね。やっぱまあ押し面メイン仕様やから使いたくなっちゃってますね。お、入った。まあリードできたんで、もうちょっと押し面使っていけたらいいですね。まあ1回逃がして、さあ押し面仕掛けろ。あー、体強い、体が強い。さあ、こうかわしたい、押し面、いやー、まあ良かったんですけどね、今のは。じゃあムリエル、ハーランド、それからグニュート入れて、こんな感じでいきましょう。はい、カマラ、ナイス。で、右左にあの押し面がいるんで、ちょ、こっち起点作りつつ、いやー、ちょっとさすがにワンパーきついか。いや、来た、これは来たっしょ、ナイスー。よし、対戦ありがとうございました。まあ3対2と、まあなんかちょっと今回見せ場も少なかったのかなと思うんで、もう1試合いきましょうかね。はい、じゃあラスト3試合目ですね。3試合目も絶好調ですね。まあやっぱスルーパス持ってってフィジカル強いってとこ考えて、まあちょっと起点になってもらうためにもう1回だけ頂点やらせますかね。じゃあまあこんな感じでスタメンはいこうかなと思います。ワイツさんのスカットはこんな感じですね。はい、では対戦よろしくお願いいたします。まあ、やっぱシュートとかのとこも魅力だったんすけど、スキル追加がね、うわ、えぐっ、えぐっ、ちょっと喋らせてよ、喋りたかったのに。まあでもえぐかったっすね、今の。ナイス、ナイス。あ、やばい、やられた、ナイスキーパー。でまあそのシュートのスキル追加も魅力的やったんすけど、やっぱスルーパスついちゃったんで、
なんかこうフィジカルあって、まあ、足も速いのもそうなんですけど、やっぱフィジカルあったら真ん中で背負えるんで、まあ、こういうスルーパスで起点になってくれる方がなんか使え、ベッカムが、まあとりあえずラインブレーカー頂点にして、まあ起点になってもらって高い位置を取ってもらってね、でスルーパスを出していくみたいな、ちょっと俺はそういう使い方にしちゃおっかな。まあ 1.5 列目で使うのもね、非常にいいなとは思ってるんですけれども、まあ理不尽でそれも非常に強いと思うんですけど、ちょっと迷いますね。こういうさ、なんかスルーパスついちゃったんでね。いやないっしゅ。まあドリもできるし、まあ言ってもね得点力も上がったと思うんで、まあ前回のとか CS とかと比べるとやっぱ段違いに上がってると思うんで、まあもちろん決定力95ないんで、まあちょっと外しやすいかなと思うんですけど、まあミドルライジングあったらまあ多少はカバーできると思うので、まあいいでしょう。そこはまあ乗り換え必須レベルぐらいの強化かなとは思ってます。まあシュートもまあ多少は入りやすくなってると思うんで、本当に今までの押し面マジで入りにくかったんでね。いやいいね、マジ強ない、え強すぎん。いやここまでドリブル使いやすかったかな。まあドリブルの面はそんな変わってないと思うんですけど、いや今の前向きとかも非常にいいし、いやすごいね、ターンかなり良かった。はいフォルラン押し面、これ決めた本物。いやさすがにか、やっぱこういうシーンでの前の向きやすさですよね、これが強すぎる、マジでこれが異常で。まあパスもいいんでね、ちょっとスルパ押し面は恐ろしかったですね。まあ試合終了処理中ということで、対戦ありがとうございました。はい、ではまあ今回押し面の方ね使っていきましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあスルーパスがついちゃったということで、まあそこはねかなり変わってくるポイントだとは思うんですけれども、まあ、ドリブルも数値以上にかなりやりやすく感じましたし、まあフィジコンボディコンが高いんで背負いやすさもかなりありますし、まあ足も速いと瞬発力もしっかりあって、まあ決定力に関してはちょっとそこ外すんかいっていうシーンもあったんですけれども、まあ以前の押し面とかよりかは全然決めやすくなってるのかなと思います。まあルンメニゲとかムバッペとか、まあ、その辺りの選手と比べてあげるのはどうしても酷だとは思うので、まあ全然そこの得点力っていう部分も、まあ、かなり強化されてるポイントかなと思います。まあ使用感抜群ですね。まあ今までの CS の押し面も全然使いやすかったんですけれども、まあ今回の押し面は一回りも二回りも違うぐらい、まあスルーパスついちゃったんですけれども、まあ強くなったかなと思います。まあ全然ツートップとかでも使っていけそうですかね。まあ僕的にはチェレフチェンコの、まあ頂点か 1.5 列目、まあこの2つの位置でお勧めしていきたいですかね。まあ理不尽な抜け出し力、それからフィジカルもありますし、まあ頂点で起点になる力も持ってますし、いや押し面はマジでめちゃくちゃ強いんじゃないかって思っちゃいましたね。まああとは得点能力、そこだけ、もうちょっとだけ欲しかったかなって感じしましたね。はい、それでは今回ここで動画の方終わっていきたいと思います。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いいたしましょう。ご視聴ありがとうございました。